イゴル・アスタル・ロア・スカ・スイバルは、スペイン、バスクジチ州ビスカヤ県、エルムア出身の元自転車競技選手。2000年に、メルカト・ネウノと契約を結んで、プロ転校。サエコに移籍した2002年、ジロでイタリアに初出場し、総合53位。ブリクシアツアー総合優勝、クラシカ・サンセバスティアン、ヒュー・クラシックス及びジャパンカップサイクルロードレースで、共に2位に入る。 2003年、カナダのハミルトンで開催された世界自転車選手権ロードレースにおいてアレハンドロ・バルベルでベーター・ファン・ペテヘムランを抑えて優勝。2004年、コフィディスに移籍。しかしその年の春、当時所属していたデビット・ミラーを含めたチームぐるみのドーピング疑惑が持たれ、問題が解決するまでチーム活動を自粛することになったため、同月5月にランプレに移籍。 ジロでイタリアに出場した。しかし、UCI プロツアー開始元年の2005年を目前にしてランプレから契約解除を受け、同年シーズンによりプロフェッショナルコンチネンタルチームであるバルロワールドに移籍した。2006年、ミラノ・トリノを制覇。2007年、チームミルラムに移籍したが、2008年5月29日に同チームを解雇された。2009年、 アメリカチップスクナウフに移籍。同年引退。ありがとうございます。